どうもピッチピッチーなテクタンと申します。ドラゴンクエスト11実況プレイパート143始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、前回このネルセンの試練の最終試練見事突破しましたので、お願いを叶えたいんですけれども、この幸せになりたい、これを選ぼうかなと思います。幸せってでもまた大雑把よね。何が幸せなんやろ。なるほど。では誰がお前を幸せにしてくれると思うかね。誰が、誰を幸せにするじゃなくて誰が。エマちゃん、エマちゃんが入ってるんやね。あー、やめる、やめるって。そうやね。でも、誰がって言われたら誰でもありえそうやし、なんか神が一番幸せにね、してくれそう、なんか友達としてね、なんかそんな感じするけど、なんか選びきれないんで、自分の一番好きなキャラのシルビアちゃんにしようかな。うむ、シルビアか。確かに彼ならばお前を幸せにしてくれるだろう。何を知ってるんやろ。ではか、これからシルビアと一緒に住むことに。なんで住むの。もういいけど。幸せになりたいという気持ちは人として自然なものだ。その願い叶えよう。なんで一緒に住むの。この時をもってシルビアはお前の家で。え？え？あのペルラーおばさんと一緒に三人で住むの。何を幸せと思うかは人それぞれだが、これからも仲良くやっていくのだぞ。私の試練はまだ終わりではない。次に来た時はさらに強力な敵がお前たちを待ち受けていよう。さらなる試練に挑みたくなったらここに来るといい。ではさらばだ。え？幸せになれてるのこれ。シルビアちゃんとの同棲が。あ。ブンタンとシルビアは石の村で一緒に暮らし始めた。そして数日が経った。シルビア様と一緒に住めるなんて羨ましい限りですわ。どこをとっても完璧な方ですから。私はもしシルビア様と一緒に住むことになったら、頼りきりになってしまいそうです。せーにゃちゃんとシルビアちゃんが住むってまたなんか変な話やな。わしから言えることはただ一つ。シルビアが一緒なら心配することは何もない。ということじゃよ。ほうほうほう、あやつとの生活は想像するだけでも実に愉快そうじゃ。今度試しにわしと変わってみてくれんか？一緒に住みたいの？シルビアと一緒に住んだら、毎日シルビアのショーを自宅で鑑賞できるってことよね。羨ましい。ね。まあなんかすごい元気づけてくれそうやもんね。楽しそう、毎日。シルビアは戦いの実力もそうだが、家事もそつなくこなすからな。あ、そうなんや。すごいやん。一体どこで身につけたのか。俺は家事全般に関しては不器用ゆえ、あいつの万能さには憧れる。あの器用さが羨ましいよ。グレイグ将軍なんか卵も割れなさそうじゃない？殻がすぐ入りそう。シルミアさんのプライベートってなんだかミステリアスだし、どんな感じなのか気になるよね。プライベート、シルビアちゃんのプライベート。自宅でのシルビアさんの様子、今度教えてほしいわ。すごいニャンニャンかもしれへん。シルビアのやつはなんだかんだ経験豊富で、いろんなことを知ってるからな、意味深。一緒に住んでも頼りになりそうだ。日常生活で困ったことが起きても嫌な顔一つ見せないでスムーズに解決しそうな気がするぜ。なんかすごい嫌な予感がするんやけど、この同棲。なんで誰も喋ってくれへんの？よう、冒険の旅を共にしている仲間と一緒に住んでるんだってな。まあ喧嘩しないで仲良くやってくれよ。あ、ベロリンマン。お前と一緒に住んでる男は仮面舞踏会で派手な登場してたベロン。間違いないベロン。懐かしいベロン。レディーマッシブね。あんたと一緒に住んでる派手なやつは、そう。ルキーちゃん。エマちゃんと一緒に住んだ方が良かったかな。あ、エマちゃん。ブンタンと住んでるシルビアさんって場を盛り上げるのが上手ですごい人だね。本物のエンターテイナーって感じだわ。そうなんです。エンターテイナーなんです。シルビアさんは面白い人だ。あんな人と一緒に住んでたら、あんたも毎日楽しく過ごせそうだね。やっぱなんか楽しそうとかっていう、そういう話がすごい
多いね。おばあちゃんいたね。こっそりいた、すやすや寝てるだけかーい。ちょっと、家行ってみよう。あー、かわいい。もわもわ。ここよね、マイハウス。わ、いるこの村は本当に素敵な場所ね。村の人は生き生きしてるし、私の芸を楽しんでくれて嬉しいわ。そういえば、ブンタンちゃん、今日はもう休むの？あー、今夜っぽい。あ、夜なんかな？もう休みますけど、これでタダで回復？お母さんは？お母さん。ママは？こんなんあったっけ？大切な仲間たちと一緒にいる。幸せな光景が描かれた絵、近くで見てみますか。はい。ああ、パパママが写ってる。おじいちゃんも。これ誰が描いた絵なの。スヤリーもこっそりね写ってる。ておじいちゃん、なんか結構ラインナップがグレイグ将軍ちょっと遠くない？なんでデルカダール王の方が真ん中におるんやろう。これさ、教会前よね。これ私たちってさ、どういう関係なん？教会でちょっと聞いてみる？え、一緒に住んでるだけ。これ、よもやまさかなんかそういう関係になってたりする？もしかして。セーブ売ってるから、別の人のね、エマちゃんと幸せになる未来を見ることもできるけど、まあ、このデータは、まあ、このまま進めばいいか。また、機会があれば見てみようと思います。うん。え？え、そういうことか。シルビアちゃんと幸せになったんか。なるほどね。なるほど。シルビアちゃん。ま、家事もできるし、すごく楽しいし、嫌な顔一つせえへん感じやし。いや、もういいです。私、ブンダンちゃんと、絶叫日に、あ、はい。なに、うわ、二人きり。この村に住む方々はみんないい人だわ。ここで育ったから、ブンタンちゃんは、心優しい立派な青年に成長したのかもね。ねえ、ブンタンちゃん、私もっともっと自然を満喫したいわ。絶景を見に、神の岩に行ってみましょう。これ、おデートやん、おデート。え、ちょっとさ、せっかくやから、お揃いで行ってみる？ちょっとさ、なんかイベント始まりそうやから、これ 3D に変えたらどこからスタートになるやろ。一回セーブだけちょっとちゃんと打ってみて。ここめっちゃ 3D で見たがるっていうね、シルビアちゃんと分担のイベント。なんでやねんって思われるかもしれんけどね、他 2D でいいのに急に見たがるっていうね。ちょ。これ。はい。とりあえずじゃあ4にセーブしてみて。これじゃあ、カミュともこうやって一緒に暮らすことになったりできるってこと？え？ここでいいんかな？こうにしといて。あ、で、話を戻して、いや、神と一緒に住むとか、あれやん、薄い本が分厚くなる展開。おじいちゃんとか、まあ、それは家族やからありか。これどこなんやろ、でも。まあ、仮にね、イベント見れなかったでも、なんかメダジョンにあるなんか大樹で一応見ることができるみたいなんで、3Dモードね。
あ、その衣装？あれ？今どういう感じ結局？今これどこからなんやろ？ちょ、仲間と話したい。え、仲間。懐かしいわ。わー、かわいい！ベロニカちゃんがギャル！さーて。あれ、でもこれどっからなんやろ？これ絶対多分さ、違うよね。私が見たかったシーンと違うよね、おそらく。ちょっと一回、石の村行って、見ますね。あ！この二人おるってことは復興自体はできてるんや。でも一緒に住んでることにはなってるんかな。一回自分の家行ってみよう。どこなんやろ自分の家。わあ、やっぱでも 3D でこれ進むってなったらめちゃんこ酔いそうやな。もうすぐ酔える自信ある。これめっちゃ酔う。無理無理無理。自分ってどこ。あ、このなんか石畳歩いていけばいいとかって言ってたよね。ここもうあかんわ。もうくじけそう。あ、ママおる。ってことは別にシルビアちゃんとはいい関係じゃないんか。ちょっくらね、2D に戻ってきます。戻ってきましたー。いや、やっぱ落ち着く。すごい落ち着く。酔いもない。ストレスフリー。もうどんだけ苦手やねんっていうね。やっほー。え、着いたん。あ、登る、登るのね。もう頂上着いたんかと思った。はぁ、じゃあとりあえず頂上に登ってきます。はい、到着したよシルビアちゃん。え、なんかやばい登るんやけど。あら、魔物が道を塞いでるわね。でも私たちは負けないわよ。ブンタンちゃん退治しちゃいましょう。マジか、そんなことがあるんや。はぁ、これさ、エマちゃんやったらさ、どうするんやろ。戦えへんのちゃん。武器ついてきてくれたりとかするんかな。ハオザンしよう。寝るかな、こいつら。ワンチャンそんな強くない説があるかもしれない。いや、意外と倒れへんな。これで倒れてほしい。あれー、覇王山2回ぐらいで倒れるかなって思ったんやけど。あ、オッケー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 、楽勝でした。おおほほほ、勝ったわ。あたしとブンタンちゃんが揃ったら天下無敵よ。ねえ、ブンタンちゃん、私ね、高いところが大好きなの。この調子で頂上まで行ってみましょう。もうここさ、2D で行くん初めてじゃない？ここまで。はぁ、面白い。え、何が書いてある？この先、神の岩の頂上、崖をよじ登って進めべし。最後まで決して気を抜くべからず。こっちはなんかある？なんもないね。おぉ、下の雲が綺麗。めっちゃ簡単に登れてるけど。ここが頂上ですね。着いたよ、シルビアちゃん。あら、綺麗。キャー、すごい景色じゃない。高いところって、あたし、大好き。大自然の絶景、さんさんと輝く太陽。いつも以上にハッピーなあたし。ブンタンちゃんと二人きり。せやな。二人きりやな。これだけの条件が揃っていたら、あれをやるしかないわ。何、卑猥なこと？で、ブンタンちゃん、あたしと一緒に踊ってくださる？シャルビーダンス！うふふ、さすが、ブンタンちゃんよ。それでこそ、あたしの、バディよ。
それじゃあレッツダンシング。どういうタイプのダンスなんやろ。そういう感じね。シャルビーダンスじゃなかったね。社交ダンスじゃなかったね。まあ、楽しそうで何よりです。心ゆくまで踊った。ブンタちゃんありがとね。あなたがいてくれたから私はここまで来られたの。いつか私は世界一大きなホールを建てて、そのホールで盛大なショーをするわ。そう、夢のステージを開催するの。その時はブンタンちゃん、一番の特等席から私の最高のショーを見てちょうだいね。さあブンタンちゃん、世界を救う勇者のあなたと世界を笑わす旅芸人の私、二人が揃えば天下無敵。吹き飛ばせない不幸なんてないわ。二人で世の中を楽しくしていきましょう。大切なパートナー、苦楽を共にした大切な人と思い出に残る時間を過ごした者に贈られる心温まる称号。これさ、あ、これ何も何も、ここより見える景色は糸お菓子アメイズ。誰誰誰誰誰誰、待って、なんてなんてなんて、我愛しき者に寄り添いて見る景色なれば、いかな風景も絶景になると気づけたり、早く結婚したいなり。で、これ私ってシルビアちゃんとさ結婚したの？ルームシェア的な感じなんかな、どうなんやろ。友達なんかなんなんか、っていうかお母さんどこ行ったん？ペルラママ、ママ追い出して、どこ行ったん？ママ、ママどこ行ったの？ママ、僕のママ、僕のママもしかしてここおる？こんなとこおらへんわな。さすがにこの男二人と一緒に住むま、嫌か、散歩するのをやめますか？いいえ。あ、エマちゃんにちょっと紹介しよう。これシルビアちゃんです。目の前におるんやけどな。これ外出たらもうお散歩やめるってことになるんかな。はい、冒険を再開したはー、え、全員分これは見たいね。で、メダ城今行って大樹のね、あれで思い出を見ても 2D のまんまでって感じなんで、多分もうちょっと全クリしてからぐらいに見に行ったら 3D で見れるかもしれない。節目が来ないとね、多分見れないと思うんで、だから節目が来てからまたね、みんなとね、幸せになろうかなと思います。多分これね、あのニズゼルファ倒してから、あのヨッチのあっこ行かなあかん気がするからさ、ラダトーム城、だと思う。じゃあどうしよっかな。とりあえずさ、ブンタンさ、一回装備脱ぎません？このパレードの服から勇者の服に着替えましょう。オッケー。じゃあ、もうレベルが上がったからもしかしたら大丈夫かもしれない。第4の試練、ここじゃない全然違うとこ来たね。ここです大修練場よ。いけるかもしれへん、最終試練。そして伝説へって書いてあるんよ、見たら。え、バラモスとか、え、シドウ、シドウじゃないな、誰やっけ、ゾーマとかなんかな。そして伝説へて、結局どうしようかな、どういうメンバーで行こうかな。まあ、とりあえず大体で入れていってみようかな。でもブンタンとはおじいちゃんがいい気がするし、グレイグ将軍がシルビアちゃんといい気がするし、テーネちゃんと、ちょ待って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 、ブンタンとカミュー、グレイグ将軍とシルビアちゃん、マルティナちゃんとおじいちゃん、ベロニカちゃんとセーニャちゃん、
ちょっと分かれへんけど、一回これで挑んでみて。え、今大使が行います？マジで？私これやってないんちゃうかな、まだ。どうなんやろ。記憶が、とりあえず、どれぐらいいけるかをやってみましょう。今大使どこにおる？見てるだけ？デュアルブレイカー。ダメージ自体は結構与え、ああ。いけそうじゃない？なんか結構。よしよし。連携はいいや。青弾とデュアルブレイカーで。これで倒れるんちゃうんかな？オッケー。3手。あ、1匹しかおらへん。ブレイグ勝負。1匹やったらこれでいいかもしれへんな。この組み合わせでってことね。あ、やっぱ斧の方がいいな。ギガントアックスで、で、お、兜割りした上で、スリープだが。仲間を呼んだ大予期つやめて。せっかく、ええやんって思ったのに。ダイオキッズにしといて、このヒューノポスハンとデンタコルス増えてる。どんどんやめて。うわー、疲れた。やめて。全体攻撃いるな。これグループ扱い、あ、なってるね。なってるんやったら、オノムソウでダイオキッズ、シルビアちゃんの、シルビアちゃんなんかグループ系とかなんかあるんかな。これやってみる？もうどんどん増えてる。これは、あ、いいね、こんな。作るとするでしょう。回復戦だけまだマシなんかな。じゃあ、まあ、そんな感じで戦って、行きましょう。ちょっと待って、グレイグ将軍のオノムソウ4匹のやつにして、キラージャグリング。めっちゃなんかマジックバリアとかいろいろするな。オノムソウとりあえず1匹やっつけられたけど、またなんか呼んできそうで嫌やな。 MPがガリガリ削られていく。ここはちょっとこの二人きつかったかもしれへんな。もうすぐ呼ぶ。このメンバーきついな。ちょっと変えます。はい、第一戦目のメンバーをカミュとグレイグ将軍にして、まあ、こっちをこんな感じにしてみました。覇王山とスリープだが、仲間を呼んでもとりあえず、全体攻撃ができる。まあ、そんな感じでね、覇王山とスリープだがで、行きましょう。どんどん増えるん嫌やな。でもあれか、バイキルトかけた方が良かったかな。バイキルトかけてみるか。覇王山関係あるんかようわからへんけど。ほいほい、バイキルトで攻撃が上がる。もう一回かけてみる。ほいほいほい。おお、さらにアップ。いやいや、覇王山でスリープだが、うーん、増える。いやいや真ん中のやつとりあえず早倒したいよね。これしする、キラージャグリング。また増える。いや、覇王団会心出てくれへんかな。いや、真ん中の人強いですね。なんか他ない？
ローズタイフンしちゃう全体の。ローズタイフン混乱するんだ。よしよし、混乱したやつおったぞ。で、じゃあそれでいくか、これとこれで。もうどんどん呼んでいく。え、真ん中のいつ倒せれる？なんかめっちゃ強ない？シルビアちゃんに。あ、デインジャグリングしてもらって、覇王さん。あー、めっちゃ呼ぶ。いやいや。あ、よし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 、紫倒れた。紫倒れたよ。で、仲間呼ぶのね。それ呼ぶのね。よし、でもこれで硬いやつやっつけれたから、なんとかならへんかな。呼ばんといて、N って。N まで行ったでも。あー。連携また来ましたね。デインジャグリング、あ、オッケー。ふう、27手。うわー、やだーやだーやだ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 。ここあれやな、グレイグ将軍、シルビアちゃんとか。でもなんか仲間来たわ。やだなこれ。二人で倒せるかな。うん、変なん要三教師な。お、会心ナイス。まあ、周りよりも先にギガパンドラボックスをね、早くやっつけたいところで。意外となんか即死攻撃がないというか、なんというか。そろそろ倒れてくれへんかな、この真ん中。無理かー。あー、よしよし、橋は倒れてくれたと。寝ちゃった、起きて起きて。いや、もう変なの来た。一回回復した方がいいよねー。ベホマラーかけるかー。回復はできたと。あー、マルティナちゃんがずっと寝てる。起きて、あー、こんなの無理ではないか。はい、やっと戻ってこれました。メンバーはこんな感じです。いや、いけるかな。メラガイアとセーニャちゃんで、聞くかな。眠らなかった。あー、セーニャちゃんが寝ちゃった。まあ、結構強い魔法でなんとか戦っていきたいところやけど、うん、イオグランデ、とりあえず周りからこれでどんどん。おー、あ、痛い、痛そう。あー、起きてくれた。よしよしよし。ここで、とりあえず、ベホマズンじゃない。違う違う違う。ザオリク。寝ちゃったの？起きて、あー、起きて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 、あー、よしよしよし。やばい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 。ザオリク。ベホマズンが撃ちたい。その前にイオグランで撃って、ベホマズン、ベホマズン。オッケー、間に合った、ナイス。イオグランデで周りを落ちろ。よし、で、イオグランデはまだまだ撃てる。なんかやる。聞くかな。あ、ベロニカちゃんが寝るなんて。はい、効かない。ちゃんと攻撃与えていこう。
どうしようかな。攻撃与えるって言っても、こういうバギークロスとかやけど、今ちょっとベホマラした方が良さそうかな。ベホマズンで良かったかな。錆びて動けない。起きて、ベロニカちゃん起きて。オッケー。連携なんかすごいなる、うん、そんなにすごくないかった。イオグランデでベホマズン、あ、ズンじゃなくてもよかったかな。いや、まあ、いいか。マジかー。それはやばい、それはやばいよ。仲間こんといて。寝るし。あー、ダメだ、ダメだ、なかなか戦えない。くっそ、これはもうヨッチのロンダルキアに行くしかない。今時間がどんな感じかわからないけど、今回はこの辺りで終了してロンダルキアに行ってレベルを上げてまた挑みたいと思います。はい、ということで今回はこの辺りで終了したいと思います。ご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。いや、強かったよ。